ールドカップパリ大会のアジア最終予選もいよいよあと1分を切りました。この試合で日本が勝てば悲願のワールドカップへの最後の切符を手に入れることができます。しかしこのまま引き分けではその夢もついえてしまいます。くしくも対戦相手は4年前カタールでロスタイムに同点ゴールを決められたイラク。若林素晴らしい反応で日本ゴールを追収した。見過ぎドリブルから遠くへ出す。青いダイレクトで三崎へ。後半も45分を過ぎてあとはロスタイムのみ。三崎ドリブルで上がる。ゴール前へ折り返すことができるのか。日本の2トップ、ヒューガと新田がゴール前へ走り込む。三崎バランスを崩しながらもセンタリング。うまい新田ヘディングでシュートと見せかけヒューガに。なんという不運、ヒューガ渾身のタイガーショットはバーに当たって大きく弾かれた。またしても我々はカタールの悪夢を見てしまうのか。俺の夢、ワールドカップへ。ワールドカップへ行くんだ。入れ入れ入れ。ゴール！日本を世界のひのき舞台へ導いたのはやはりこの人、キャプテン翼だ。掴んだんだ、ワールドカップ出場という大きな夢を。これまでずっと競い合い励まし合ってきた素晴らしい仲間たちと共に。でっかい夢を翼に乗せて。南葛小学校だよ。転校は明日でしょ。入学は明日だけどサッカー部には今日から入るんだ。もうあの子ったら本当に好きなんだからサッカーが。あの子は名前の通り、いつかきっと大きな空へ翼をいっぱい広げて羽ばたいていくような気がするわ。荷物の整理整理あったかな。大空なんて家、あ、うちです。今日越してきたんです。そうでしたか。はい、ご苦労様。引っ越し早々誰かしら。あ、お父さんからだわ。母さん、翼、二人とも元気かい。私は今ハワイからこの手紙を書いている。ブラジル日本間の航海もあとわずかだ。帰る日を楽しみにしているよ。追伸、友人のロベルト本郷君がやっと眼科の世界的名医南葛総合病院のドクター高橋の診察治療を受ける決心をした。10月21日の飛行機で来日するので、滞在中は我が家で面倒を見てほしい。21日といえば今日じゃない。ロベルトは非常にナーバスになっているが、そのうち必ず立ち直ることだろうから、今は変に気を使うよりいつも通りの生活で接してやってくれ。ロベルト、確か
ないよ。オラオラ野球部、何ちんたらやってんのよ。そんなことで中鉄に勝てると思ってんの。ピッチャーもっと気合い入れて。それでも球ぶら下げてんの。あ、姉子ちょっと下品っすよ。あの、何よ。サッカー部はどこで練習しているの。サッカー部、あんた教えてあげなさい。あ、オス、多分いつも通り市営グラウンドだな。市営グラウンド、今日引っ越してきたばっかりでまだこの町のことをよく知らないんだけど、市営グラウンドってどこにあるの。ちょっとあんた、私たちは対抗戦の準備で超忙しくって、あんなお荷物クラブなんかに関わってられないんだから。姉子、大変だ。サッカー部が終鉄の奴らと揉めてますぜ。揉め事、こうしちゃ入れれないわ。あ、あんた市営グラウンド行きたいんでしょ。ついてらっしゃい。うん。私がこんなに目いっぱい走ってるのに、どうしてボールを蹴ってるあんたの方が速いわけ。ボールは友達だからね。ボールは友達。友達ね。あんた変。そんなことないよ姉御さん。姉御さん、いやね、姉御はみんながつけたニックネーム。私は応援団の団長をやっている中澤さないよ。じゃあ団長さんか。俺は大空翼。かっこいい名前じゃない。で、サッカー部になんのよ。入部したいんだ。それだけはやめといた方がいいわ。サッカー部はうちの学校のお荷物クラブなんだから。お荷物クラブ。そうよ。こないだなんかね、ライバルの終鉄所との練習試合30対0のボロ負けだったんだから。30対0。ったく、南葛町の恥さらしもいいとこ。終鉄とうちは毎年全てのクラブが競い合う対抗戦をやってんだけど、再来週行われるその対抗戦で負けたら、サッカー部は部室を取り上げられちゃうことになってるの。そんなに弱いってことは、これから頑張れば強くなる可能性がいっぱいあるってことだね。よしなさいって。下手すると部は解散ってことにもなりかねないわよ。そうだ、サッカー部なんかより応援団に入らない。ごめん団長さん、俺サッカーがやりたいんだ。どんなに弱くったってサッカー部に入るって決めてるんだ。爽やか。やってるやってる。後でちゃんと紹介してあげるから、ちょっとここで待ってて。こらコロコロ。うわ、姉子、終鉄が何イチャモンつけてるの。グラウンド渡せって言いやがんだよ。30対0で負けるような弱小チームにこのグラウンドはもったいないんだよ。それは言えてるわね。姉子。ごめん。ちょっと、終鉄にはサッカー部専用の立派なグラウンドがあるじゃないよ。全国大会優勝ともなると部員も多くてな、正規のグランドは1軍が使ってるんだ。だからここはこいつら2軍専用ってわけよ。2軍専用だと。おい若林、少しぐらいサッカーが上手いからって意気がるなよ。後輩の大事なグランドだ。おとなしく出てってもらおうか。中学生に脅かされたからってこっちも簡単に折れるわけにはいかないんでね。どうです、俺とあんたたちで勝負しましょう。俺たちと勝負。お前一人でか。そう、各クラブのキャプテンに一人ずつシュートしてもらう。ラグビーだろうとハンドボールだろうと、そっちの種目は何でもいい。なぜなら俺はペナルティーエリアの外からならどんなボールを打たれても 100% 防げる自信があるんだ。グラウンドが欲しけりゃ俺からゴールを奪ってみろ。この野郎、調子に乗りやがって。本当に俺たちの誰か一人でもシュートを決めれば、このグラウンドを出ていくんだな。よし、すぐに決着をつけてやるぜ。
ぜ若林。どうだ、ラグビーボールはサッカーと違ってどこに跳ねるか。さすが天才キーパー、最後は俺だ。おお、野球部か。いくらお前でもこればかりは無理だろう。こいつが入らなきゃ俺は今すぐ野球部を辞めてやるぜ。来い。なんだその笑いは。ビビることはない。ストレートを思いっきり投げてやれ。おれるんだ。どうやら肩はついたな。化け物かこいつは。翼くん、翼くん、そう、今度転校してきた大空翼くん、どうしてもうちのサッカー部に入りたいって言うから連れてきたの。本当か。おい、入部許可するぞ。本当。ありがとう。なに、こっちこそ大助かりさ。やい若林、今蹴ったのはうちの部だから、勝負はこっちの勝ちだぜ。約束通りうちがグラウンドを使わせてもらう。今のは挑戦状代わりに蹴っただけだよ。おい若林くん、俺と勝負してくれない。伝蔵、何をしている。練習はとっくに始まってるぞ。三上コーチ、ちょっと待っててください。大空翼とか言ったな。お前のキック力だけは認めてやる。だがそれだけでサッカーができると思ったら大間違いだ。俺と勝負したければこいつらを一人で抜いてみろ。俺との対決はそれからだ。何？それが嫌ならとっとと帰るんだな。若林、てめえ汚ねえぞ。俺やるよ。しかしお前一人じゃいくらなんでも。こいつは面白くなりそうだ。見物していた甲斐があったな。
の超ロングシュートといい、あのドリブルといい、この少年すっかりサッカーボールと友達になっている。ゴール前を固めろ。何？入れさせてたまるか。まだ生きてるぞ。この男は確かちょっともったいないが、この勝負ウイスキー1本分の価値はあるぜ。このセンタリングで勝負しろ。勝負でどっちが優れたサッカー選手か分かるわけがねえ。それを決めるのは試合だけだ。お前からの挑戦は対抗戦で受けてやる。対抗戦？